どうもー、どうも。いや、今日はね、鹿児島雪降りましたよ。まさかの大雪、雪降ってますよ。雪の中から買ってきました。早く買ってこないと凍ってもう運転できねえなと思って、はい、鶏から、あとしゃぶしゃぶ今日します。今日はね、勤務研究所やろうと思うんで、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶします。しゃぶしゃぶしゃぶりますよ。はい、しいたけ、しいたけ、これ出たらハッピー、ハッピー、出たらハッピーらしいっすよ。まんまと買っちゃいました。はい、あとリッチミルク、リッチミルク買いました。リッチアルフォード、うまい。はい、ヨーグルトですね。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルトでございます。卵でございます。あとは、この芳醇。いや、ちょっとね、これ5個買っちゃいましたよ。えのき、えのき5個で200円、5個で200円です。安いね。えのき、えのき、えのきいただきます。白菜、白菜、ワンルーフ、ワンルーフ、ネギ買ってきました。米買ってきました。このね、鹿児島のね、秋穂波ね、うまいんですよ。鹿児島県産のこちら、おすすめのお米でございます。秋穂波もうね、あの義乳特選だ緑のやつさんから米送っていただいたんですけど、ちょっとなくなりかけていて、はい、米買ってきました。まあ基本的に今全部冷凍にするんですけどね、僕全部冷凍にして保存してるんですけど、まあなくなりかけてきたんで買いました。はい、ポン酢絞っていきましょう。ポン酢ね、これが一番うまいですね。これこれが一番うまいで、コーヒーですね。コーヒー、これね、アマゾンでこの前買おうと思ったら1400円ぐらいして、トライアルは990円、税込み999円、アマゾン1400円、500円ぐらい違いますね。トライアル安い、ありがとうございます。だからこれ50パックでまあ1000円ぐらいなんで、1パック20円ですよね。20円です。でもこれ一番うまいです。このあの職人のコーヒーの、これがおすすめです。スタバね、高いじゃないですか。これ1杯20円ですからね。1杯20円ですから、ありがとうございます。以上ですね。今回結構買いましたね。まあこれ1000円でしょ、これ1000円でしょ、これね、700円ぐらいですか、800円だったかな。まああとまあこんな感じですね。はい、あんま映ってない。あかんよ。いや、寒い。それにしても激寒ですね。わい、わいわい、ホヤーワールド。長崎も雪降ってますか。いや、寒いっすね、寒い。